何かありますか。海野選手いかがでした、シングル。いや、あの、まあ、なんだろう、やっぱり新日本プロレスっていう、新日本プロレスのヤングライオンっていう、そういうものを、背負ってるなっていうのを感じました。気持ちよかった、みんなの気持ち、すっげえ聞きましたよ。まあ、普段その大日本でお金でやることもあると思うんですけど、はい、まあ、比較することもないから、まあ、何か違いみたいな感じもありました。やっぱハードっすよね、ハード、うん、もうハードが体つきに流れてるし、うん、これをね大日本に持ち帰って、うん、もっとね、うん、新日本のヤングライオンはこんな頑張ってるんだぞっていうのを、はい、教えてやりたいです、はい、あと別ブランドがあります。久々新日本に上がってきました。いや、まあ楽しかったです、はい、プロレス最高、どっかの真似になっちゃうけどこれ最高、そんな感じです。ファンの人も関本選手の参戦をかなり楽しみにしてたというか、待望の参戦だったと思うんですけれども、今後また継続的にっていうか次回の参戦っていうのは希望ありますか。似てがえば、はい、僕はあの大日本プロレス所属なんで、はい、大日本が出演場なんで、はい、大日本が試合ない時がない時あればいつでも馳せ参じます、はい、そんなもんです。はい、ありがとうございました。乾杯です。いつか必ず強いやつばっかで勝てることがなかなかできなくて悔しい思いばっかしてるけど、必ずね未来は一番になるって決めてるから、一番にならなきゃダメだから、新日本を引っ張っていかないとダメだから、そのためにも強いやつたくさん倒して証明してやる。